太鼓の大きな違いっていうのはですね、コマの時はこんなにあんまりちょっとフランクに喋れないんです。でも太鼓になるとちょっとライブ感が出てきますんで、こう知り合いの人にも どうもどうもどうもみたいなですね、そんな感じでちょっとおしゃべりができるっていうのは一つの良さだと思います。今回は近似し太鼓ということで、4年ぶりに、このご奉納の舞台で皆さん、まあ、の前でご披露をさせていただきます。本日は3曲と、そして獅子舞を予定させていただいております。後ほど獅子舞が皆様の方にも参りますので、その獅子舞に噛まれて、ぜひ、お祓いをしていただければというふうに思います。短い時間です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは、私の CD より、歌舞伎ものというビクターから出た CD の中にある、歌舞伎ものという楽曲と、そして金獅子、そして都議というふうにも続けて演奏してまいります。それでは最後までお楽しみください。
がとうございました。歌舞伎ものという楽曲でございましたが、もう今日皆様お分かりだと思いますが、こういう天気でございます。もう湿気がひどくて太鼓が全く鳴らないですね。この日本の楽器というのは実は非常に湿気に弱くございます。普段コンサートホールですと、照明に当てたり、エアコンの中で、除湿をしながら、空気調整をしているわけでございますが、ここまで外の楽器ですと、湿気に弱いとならないということでございますが、昨今の日本の天気というのはやっぱり昔とは違います。古来よりできた楽器はこういうふうな、湿度の多い状況で演奏するということはどうもなかったようでございます。逆に七力とか笙とかになりますと、あれはこう加湿をして鳴らさないとならない楽器ではありますが、太鼓というのは弱いなというのも痛感いたします。それでは次の楽曲に行きたいと思いますが、今から先ほど申しましたように獅子舞が出てまいります。こちらの獅子舞、皆様の方に行きますので、ぜひ噛まれていただきたいなと思います。噛まれると厄除けになるというふうに言われておりますので、ぜひ噛まれてください。ここ何年間かはもうちょっとコロナもありまして、そういうお客さんにお会いしてませんが、コロナ前にこの獅子舞に噛まれて宝くじが当たったという方もおられましたので、なんかもし噛まれて当たりましたら事務所の方にご連絡をいただければですね、集金に伺いたいなというふうにそれは冗談でございますが、皆様に、幸せが多かれということでご記念をさせていただきます。次に、お聞きください。金獅子です。
皆様、声援ありがとうございます。こちら、ウズとゴンクロウと言います、オスとメスなんでございますが、こちら、うち金獅子太鼓という金獅子のチームではあるんですけれども、こちらの金の獅子舞が、ゴンクロウと言いまして、メスでございます、うちは女性がトップの実は名前の太鼓チームでございます、こちらがゴンクロウ、そしてこちらのオス獅子が渦と言いまして、これどこの獅子舞もそうですが、おでこを見てもらうと分かります。メス、オス、今、男、女の一対で陰と陽を示しておりまして、この神社とかの狛犬も実はそうです。陰陽の一対になっておりますので、ぜひ今度から獅子舞をご覧いただくときに、このおでこを見ていただけると、角が生えてるのと角が生えてないのというふうに出てたり、おでこが出っ張ってたり、出っ張ってなかったりということで、その獅子舞も雌雄一体になっているということで、こちらの一体ずつで、厄払いになるというふうに言われていますので、ぜひ街中でもこの獅子舞を見たときはですね、この二対で一体じゃないと意味がないので、門付けもですね、この一頭で噛んでも実は厄除けにならないというふうに言われております。この一対で厄除けになる、もう昔から、女性の方が強いというのがこの日本古来の、芸能でございます、伝統でございます。ゴンクロウと渦でございます。この一頭ずつに大きな拍手をどうぞよろしくお願いいたします。一頭という言い方はもう私ですね、神様でございますので、これは一柱というふうな言い方をいたしますが、こちらが獅子舞でございました。そしてその獅子を、操ってくれておりましたのが、先ほどは駒で、そしてあの太鼓の方も演奏してくれてます、筑紫彩羅でございます。もうね、うちの息子を筆頭に近所のお子様たちがだんだんとステージに近づいてきております。これがね、祭りのいいところでございますが、そして昨年よりうちのお弟子さんとして、駒と太鼓を学んでくれてます、太田睦月くんです。ありがとうございます。そして、一緒に太鼓を叩いてくれてるのが、私実は NPO 法人という伝統送電の会という、伝統芸能や文化を守っていく NPO 法人もやっておりますが、その中で副理事として一緒にやってくれております、松本康介くんです。もう私たちはだいぶね、老体に鞭を打って演奏するようになってきました。大丈夫、まっちゃん大丈夫ですか？平気ですか？そうやってみんなでこうやって伝統芸能を守ってるわけでございますが、実はこの北条家でこの3人が演奏してくれてるというのは、まあ、まだ正直に申しますとプロというにはまだ程遠い3人ではございます。ですがこの伝統芸能を絶やさないという一つの熱い思いを胸に、私に一生懸命ついてきてくれております。ぜひ5年後10年後を楽しみにしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは残り1曲半ぐらいの形になりますが、皆さん熱い思いや夢はお持ちですか？口に出したり夢を持つというのは、静かにしなさい謙信。うるさいです、ね、パパがお仕事で頑張っております。熱い思いというのをお持ちでしょうか？もう神様の前ですから私日頃言っておりますが、熱い思いというのは必ず通じます。何でもいいので口に出してください。私の場合ですと、10代の頃にアメリカでコンサートをやりたいとか舞台をやりたいといったのをずっと口に出しておりました。それが20代の中盤にかない、30代も中盤に差し当たった頃には、24カ国で公演ができるようになりました。10代の時にまだこちらで応援しに来てくれてた昔の人たちから見ると、夢が叶っていってるんだなということで応援をしてくれてたっていうのも私のいい思い出でございます。
そんな思いを乗せた楽曲がビクターから発売された、トギっていう楽曲の中に、残されてますので、それを、ぜひ最後に皆さんにお聴きいただきまして、来年のまた豊穣屋でお会いしましょうという約束を胸に、演奏させていただきたいと思います。ちょっとした出演情報でございますが、本日 と、明日かな、22日ですね、 NHK FM に歌舞伎チューンというのがございます。これ全国で聴ける、ラジオ番組でございますが、その中でゲストとして喋、らさせていただいてますので、歌舞伎役者の、パーソナリティの皆さんとちょっとおしゃべりをさせていただいて、伝統芸能について、語らさせていただいてます。そして17日に今度は中洲ジャズの方で、キャナルシティの大鳥の方で私が出演させていただいてます。東京のビンボンバン楽団という楽団と和太鼓のセッションということでセッションをしておりますので、ぜひそちらも無料でございます。お遊びいただければと思います。本日は最後まで皆様こうやってお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。最後私が老体にムチを打ってすごい演奏して帰りますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
皆様、暑い中、本当に最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。皆様のこの秋の豊穣や、秋、今から冬にかけて、だんだんと寒くもなってまいります。どうぞお体にお気をつけくださいまして、また皆様、この場でお会いできればと思います。本日は誠にありがとうございました。